はい、どうもこんにちは、カズです。じゃあね、今回もやっていきたいと思いますね。ですね、まずは、ハイパーボールを、考えて足りないんだな。ハイパーをじゃあ、そうだな、でも16個もあったら大丈夫かな。かけらがないのか、そう、かけら買った方がいいですね。かけら買って、で、これでいきましょうか。どこへってのは、まあ聞かなくても分かることでしょう。ですね、シャドウ研究所。いや、研究所じゃなくて、ね、謎の建物。はい。シャドウ謎の建物行きましょう。はい。これで入れるようになったっぽいですね。うわ、ザクスか。マジか。まあ、これザングースゲットいるっぽいですね。レベル変わってなければいいけどね。どうしよう。ザングース堂々。まあ、ザングースのレベルは変わってないことでしょう。堂々とか強くなったらちょっとめんどくさいんだけど。まあ、おそらくは問題ないはず。ということで、マナー25プラスメイク。いましたね。スタート。レベル28か。なんか、あんま強化されてないっぽいですね。猫玉打って。そうだな。終わり風打っとくか。まあ、これで時短生成できるようになるでしょう。終わり風でね。猫玉でまずはザングスを緩ませる。堂々の攻撃大したことないです。つくだから。いやー、なんか若干受けてんな。早く進化してくんねえかな、メフちゃん。何レベルだよ、進化するの。燃える風。まあ、これはほとんど受けないけど、素早さ下げられるから。結構便利ね。さて、どうすか。まだ、ゲットには早いかな。からいや、ゲットしてみよう。めんどくさいからね。ハイパーボールでやってみよう。入るか。コイル低いからな。チェンジした方がいいな、ちょっと。魅力さんとは。不便だな。さてさて、どうだ。ダメだな、あいつは。まあ、分かってたもんですよ。秘密の力。ザングラッシュ後にしようかな。後の方がいいかもしれないな。ザングラッシュ。あー、メフシャン。オッケーオッケー。あー、メフシャンもいいよ、死んだって。ごめんね。つく。あー、これメフシャンか。あー、終わった。まあ、いいよ。で、じゃあどうしようかな。じゃあ、容疑は刺してみようか。全然、出てないからね。容疑は、すげえ。ゲットしたことだしね。じゃあそうだな。秘密の力。これどうしようかな。岩の砂利した方がいいかな。どれぐらい削れるか岩の砂利。ヨギラ刺すの初めてだっけ。キバニャ。接触攻撃だとダメージ受けちゃうんだよね。サメの上で。ダグラッシュ。うわ。一撃かよ。機械もそうだな。じゃあリラッタがそっか。リラッタね、強いな。ちょっと状態異常したいな。ギガドレインキバニャンで、恩返し打っても、まあザングス、いや瓦割り打っても知らないかったな、ザングスな。ということで瓦割り打ってみましょう。ギガドレインでどれぐらい OK や、全部。しかし、マナニゴも狙ってこないな。どういうことか。死活され続けてるから、まあ、ノーダメージだよね。危ねえか。ダグラッシュ、どっちだ。ああ、ありがとうか。残った。頑張れ。倒すなよ。なんで急所当たっちゃうの。
ジで。ニャボめんどくさいんだけど、本当に。マジ倒しちゃったのか。仕方ないね。ギガドレイン、ジーランス、恩返しはね、一応。まあ、ギガドレイン、ジーランスは倒せる。で、恩返しどこまで削れるか。倒した、倒した、倒した。やっぱ、瓦割りが急所に当たるのはな、ちょっと予想外だった。恩返しにしとけばよかったな、恩返し。恩返しは多分残るでしょ。あ、盗ったな。あ、レベル30になった。騙し打ち覚えるかな、これで。覚えると思う。覚えないか。何レベルだろう、騙し打ち。ポイズンテール。あー、しょっぱい。残りは、ウィキング。ウィキングの大文字で倒しましょう。力に大文字当たれ。 OK。 これ光の壁とか持ってた方がいいかな。マルマインとかに応じにせようかな。でも3000円かかるんだ。それにめんどくさいんだよね、バトルドームだと。なんだっけ、ラルガターだっけ、行くのめんどくさいじゃん。620ドル、大したことないけど、これアメリカドルだったら結構金になってるよ。6万2000円でしょ ?100 ドル。旅に出ようかな。シャドウの支配が及ばない。どこか遠くで暮らすの。やばい。ニート、なんか、ニート発言来たんじゃねえか。ダメだ、こいつ。お前とのバトルゴリゴリだったけど。うん。てか、普通に、もうポケモンバトルじゃなくて、なんか、肉弾戦使って戦ったら勝てそうな気もするけど。ボディーガードじゃん。最多ボディガードいなくなったと思ったら出てきちゃって気持ち悪いな。何頭死んだこいつ、ね、本当に。子供が来るところじゃねえと。ああ、え、通れないこれ。いや、そんなことない。もうテレビに出たことあるか。はい、いえ、正直に入ってみるか。あ、やばい、バトルになんなかった。誰だ、スナッチじゃん、ヘルゴンザじゃん。この人どうしたんだ。え、やべえ、かっこいい味方になっちゃったんだけど、ヘルゴンザが。いつも通りあの戦法が眠り子にひって、ポケンバトルじゃねえし。てか破壊光線ぶっ放そうぜ、ヘルゴンザさん、渡るみたいにさ。うん、ということでね、ヘルゴンザさんのおかげで入れるようになりましたよ。しかし物々しいっていうか、なんかね、趣味悪い建物ですね。これ工場かな、工場で働いてるおっさんかな、うん、すごい傷薬を3個見つけた、うん、なんか結構いいアイテム散らばってそうだから、ちゃんと集めながら行かないとな。まあおっさんに話しかけてみよう。やっぱダークポケモン製造工場。うわ、あのなんか上に流れてるスランクみたいな中にダークポケモンがいるのかね、これ。うわ、えぐい、よく考えたらえぐいよ。これ全部だよってことで、もう製造されないんだね。まあ、出てきちゃった。虫タイプ使いでした。マナー2号がね、騙し打ちを覚えたんですよ。なんで、ちょっと入れ替え。こだわりたい、ここは。皆さんも何かありません、こだわりは。ですね、早速リーフの石ね、約束通り使いたいと思います。騙し打ち覚えたからね、覚えたしね。神通力覚えるけどさ、いいよ別に、もうめんどくさい。ということで進化させます。
中心掛けダーティング、いいね。しかしマナ2号白髪になっちゃったけど、そうだな、まあ火直しとりあえず使ってマナ2号回復させようか。そうだね、結構死んじゃったんだよねさっきの戦闘で。そうだな、一旦回復しようかな。すごい傷薬今使ったばっかだけど、もったいねえな今。いやもったいねえから今使っちゃったばっかから戻るのもあれだからな。そうだな、 V キング前にしよう。ミラーボールなんか麻痺ってるから、いや麻痺を回復しよう。で元気のかけら使うのもったいないからね、まあ後ででいいでしょ。かけら2個か、いいじゃん、結構いいんじゃないか。ですね、下は何が、また出てきちゃったよ、めんどくさいな。もうかなり負傷した、やばい。元気のかけら使って意味あんの、みゆちゃん使ってこい、一応意味あんのかな、こいつ復活させて、とりあえず復活させといて、ヨギアスリアったのはあんまり戦力なんの、船いっぱいのポケモンダークゲームにするっていう。10万ボルト、誰に使う、10万ボルト解放したレートビーム揃ったけど、ヨギアス覚えたな、ヨギアスに覚えさせても仕方ないんだよね。これはミラーボールに覚えさせようか、 PP が少ないからさ、このスピードスター忘れさせて、その方がいいじゃないかな。スピードスター忘れさせて10万覚えさせると、でだ、何もなかったんだよね10万ボルトあっただけっていうね。これはどうするべきだ、これは一旦じゃあミラーボールを前に持っていき、いや一旦元気のかけら使っちゃおう、もったいないけど、ヨギラスで、まあこれでいいでしょう。あ、いや待ってください、マナ2号をじゃなくてメフちゃん前に行こう、でいいでしょう、これで。はい、来ちゃった、これはダークポケモン持ってるか、めんどくさいんだよねカットは。ハブネットやめたらさ、まあ2体ともそんなに強くない、いや、アミカラス、進化の奇跡持ったら強いですか、この時代ないんだろうね。まあ、それはいいとしてだ。シャドウボールとこうかな。いや、手助け10万ボルトでどうだ、どれが耐えられるかな、手助け10万ボルト。ハブネークのが強いからさ、ハブネーク倒してから、アミカラス後で逃げて。え、これって大丈夫だよね。手助けは。能力系だけだ、能力エンダー10万ボルト、どうだ、死ぬまで持つよこれ、ボギー強いじゃないか、手助け入ってほしい。カラス、カラスダークポケモンか、カラス追い打ち大丈夫、まあ、でもね、どうしようかな、パラスか、なんか簡単に倒せそうだからな、シャ
シャドウボールめっちゃにパラス打っといて、10番ボルト闇からセコイ倒せる。闇からセコイだと10番ボルトに倒せるでしょ。神谷打たない。いい調子。ガーディア、ガーディア雷じゃないと倒せないか。いや2体ダークポケモン、マジかよ。ダークアタック大丈夫大丈夫、そんなでもいや強い。ミラーボール、これ大丈夫かな。一旦受けてない。誰か、そうだな、一旦じゃあデンジャー打っとこう。デンジャー打ってガーディーをそこでしとこう。まあこれでマヒラスといってコード回線出しとこう。いやそれも減ってないから、うーん大丈夫大丈夫なんだけど、シャドーボール先に打ってくんねえかな。ネクちゃん死ぬ前にシャドーボール一回。狙われちゃうな。マナ2号マナ2号猫玉、猫玉打っとこう。パラス側にで、これは10万打ってもラディ死なないよ多分。死んだら困る。10万だぞ、10万で死なないよ多分。オッケーオッケー、危ねえ、なんか怖かった。まあマイマイはまあよく頑張った。あそっち側か。じゃあ秘密の力でパラス弱らせて、いやパラス、いやもう2人ともモンスターボール使えるか。いや使えないか、プレミアボールなんて使えないから。ハイパーボール、ガーディ、まずガーディ捕まえる。で、のデンジャーパラスト。なんかこれ以上やるとまた90に当たって死んじゃったらめんどくさいな、ザングースみたいにさ。OK で残りデンジャこれで、コード回数減らしつつ、いやダメ、まあ、大丈夫。秘密の力、いや、秘密の力で死んじゃいそうだ。ギガドレインないから、秘密の力しかない。ここで捕まえてくんねえかな。入ってくれよ、バツ入れ、入ってくれ、入ってくれ。どうだ、 OK。 手強い、ダークポケモン2体手強いな。こっからもう敵がだんだん強くなってきましたね。ね、もらってこなきゃって言ってるけど、もうなんかダークポケモンはなんかもう製造終わっちゃったっぽいけどね。終わりそうだけどとか言ってたよね。数に鍵あるからもうもらえないんじゃないかな、下っ端なんかには。じゃあ回復マシンがあった、ようやくか。これで全開になったな。ザングス戦でほんと消耗したかな。ザクスカ強いわほんと、やってくれたな。でメイフちゃんが役に立ってないね、さっきから。まあいいけどさ。で V キング前にやろう。ヨーギラスちょっと弱すぎてね、使い物なんないんで、ね、リストラしようかな。ヨーギラス銀座さんに悪いけどさ。これはどっちにやるべきだ、最初これ。下から行こう。なんか、上からじゃいけない。下にやって、これ、出てきちゃった。まいった。一応喋ってない。そうぼーっとしないで。ダークポケモン持ってるかもしれない。
って言ったら先に持ってたよ。ちゃんと喋っとけばよかった。ポケモン覚える風、いや、シャドーボールって思う。待てよ、グリーキングのシャドーボールも知らねえだろうな。怪しい光最後に打っといて、あ、違う、光栄戦法はどうだ。怪しい光シールダー、じゃあ怪しい光をサイフォンと、サイフォンに打っとこう。メロメロ持つ、これで完全に行動を封じとくんだよ。カジャオの方で、サイフォンの方で、ダークアタック、まあ、これは大丈夫だ、だいぶシェルダーだしで、怪しい光を打つ、これで混乱させといて、もう大丈夫大丈夫。これで混乱させてシルダーなんか狙いまくるか。シャドボごときで死なないよ。どうだ、2回シャドボですから、まあ、サイフォンは封じたからね。サイフォンの攻撃しないでも大丈夫、全然上でね、強いな。だからウィキン、これ犠牲になっちゃうから、メロメロって攻撃なのかよ。犠牲になったらまずいんだよ、ウィキン。頭が良くなってきてない。じゃあメフちゃんのハイパーボール、待って、まだこいつが行動する可能性ある。マジで、でも穴を掘るだからな、大丈夫だ。わざわざ穴を掘るから、実回復させとくべきか。いや大丈夫だ、シェルダー、オッケー、一発だ。なんか最近運がいいな。でもダングスのあったからちょっと運が悪いな。どっちなんだって話だよ。今日の占い何枚？占いってさ、いろんな雑誌にいろんな違う結果があるけどさ、どうすればいいんだ、何を信じればいいんだ。そもそも占いなんて信じないってやつだけど、それじゃつまんない。まあ確かに俺もあんま信じないんだけど、皆さん一番占い当たるもの教えてください。なんかね、それはいいとして、どうしよう、超える風と言って、いや手助け丸のも倒そう、手助け大丈夫そう、これで一気に倒そう。サイフォンほっとこう、穴掘るとかバラのこと教えてるからさ、怪しい光が消えるまではほっといても大丈夫でしょう。メロメロもあるし、まあ、これで一撃倒せるはずだよ、丸のもじゃ。オッケー、手助け大丈夫、やっぱ強い、名称はやっぱ欠かせないね、手助け。手助けは特に強い。容疑者総務にもらった。はい。ゴールバットも。あ、ゴールバットもダイモンド。前に出すごい。あ、溶けちゃった。オッケーオッケー。あ、溶けて、まあ、怪しい光を打っとこう。で、ダイモンズをゴールバット。鋼の翼。バカだから大丈夫だ。なぜ今一つのにあったんだ。当たらない。当ててくんねえ感じ。覚える風打っとくべきだったな。めんどくさいな、ちょっと。まあ大丈夫だ。OK。で、覚える風打っとくべきか、俺は。打っとくべきだね。ダイモンチ。まあ倒せるはずだよ、ダイモンチ。やばい、これは受ける。タイプ言っちゃうやつだからな。なんで鋼の翼さんってやったんだ、さっき。まあいいけど、ダイモンジ。当たった。オッケー。これ倒してもいいから。あー、倒れない。でも、ここがでまあ倒せる圏内でしょう。これでまあ倒せる。まあ、2体攻撃だからね。オッケーオッケー。少し受けてんじゃん。残り1体サメ肌、まあ、サイフォンいるけどさ、